女性の目で選んだスポーツ名場面ベスト10。10位、昭和62年以来実に70連敗、長いトンネルから抜け出た先に東大待望の200勝がありました。一勝の重さ4年。9位、さらばプロ野球個性派監督たち。時には記者泣かせの男たちはまた記者にとって大切な宝でもあったのです。ありがとうございました。さようなら。8位、やわらちゃん初の日本一。15歳の笑顔に隠されたもう一つの戦いが記者の心を揺り動かしました。7位、メジャー初制覇目前で女神はまたも夢砕く無情の1センチ。運命としか言いようがありません。6位、空前のブームに火をつけた日本人初の F1 ドライバー中島悟の引退。潔さにまた拍手、胸を打たれました。5位、女子バレーのバルセロナオリンピック出場を決めたその瞬間、喜びを分かち合う監督と選手に記者も思わず仕事を忘れました。4位、アメリカプロバスケットのスーパースターマジック・ジョンソン、衝撃の記者会見。引退の理由はもちろん、それを告白したジョンソンの勇気。そして第3位、競馬の天皇賞 G1 レースで史上初の1着入線馬失格。天才武豊の青ざめた顔が波乱のシーズンを象徴しているようでした。第2位、日本どころか世界中を揺るがした9秒台6人の激走。記者たちも身を震わせた9秒86世界新の瞬間。そして第1位は千代の富士引退。22年の土俵生活に別れを告げた横綱を日本中が惜しみ、同時に鮮やかな世代交代に拍手を送りました。